自分たちがやってる事業ってなんかすごい世の中にインパクトがある事業だなっていうふうに思いますし、一サービスじゃなくっていろんな事業に参入してなんか多角的に日本の社会問題に向き合ってる会社だなっていうふうに思ってます。皆さんこんにちは、レバレジーズ公式チャンネルの飯野です。今回は OB 訪問ということで、慈恵さんにお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ではまずは自己紹介をお願いします。はい、立命館大学政策科学部出身で、今新卒で入社して社会人6年目になります。レバテック事業部で働いておりまして、今はフリーランスのエンジニアさんとかを支援する事業部で営業企画のポジションでお仕事をしています。よろしくお願いします。はい、お願いします。慈恵さんは新卒で入社してからずっと営業なんでしょうか？5年目の途中までは営業職としてキャリアを積んできたんですけど、5年目の途中から今現在は企画職として働いています。なるほど、ありがとうございます。では今日はいろいろと質問させていただきます。はい、はい、お願いします。まずはじめにレバレジーズに入社した理由を教えてください。決め手になったのはやっぱりその成長できる環境が一番ここはあるかなっていうふうに考えたっていうところがまあ大きかったかなと思ってます。どういう要素でそれを感じたのかみたいなところでいくと、なんか手を挙げれば営業職であってもなんか企画のお仕事に挑戦できたりと か、 なんか結構プラスアルファの業務がなんか早期で詰めるみたいなところがすごく自分的には魅力だなって思ったっていうところと、なんか実際になんかできるよって言われるだけじゃなくて社内でそれをすごく体現して若手からかなり大きいお仕事とか責任あるポジションでお仕事してる人がなんか実際面談とか面接とかで会わせてもらっても多かったので、なんかここだったら自分がこう思い描く成長っていうのがなんかできるんじゃないかなって思ったのが一番こう大きなきっかけだったかなと思います。就活の軸には成長っていうものがあったんですか？就活軸として一番大事にしてたのはその成長軸っていうところと、まあ、それだけではもちろんなくって、あともう一つすごく大事にしてたのがその会社の考え方と か、 なんか理念にちゃんと共感できるかどうかみたい な、 なんかこの二つで結構就活はしてたかなと思います。ちなみにどんな理念どんな考え方がいいなって思ってたんですか？マイナスをこうプラスにしていく、なんかそういう理念の方が自分的には共感できるなって思っていて、困ってる人を助けたとか、あとは社会問題解決するとか、そういう考えをもとになんか事業をやっていくっていうなんかそういう理念を持ってる会社の方がなんか自分自身は共感して働けるかなって思ってました。なるほど。見ていた業界っていうのは絞ってたりしましたか？はい、業界軸では正直絞ってなかったんですけど、自分のなんだ社会問題とか人のためになる仕事って考えた時に結構人材業界が最終的に残った業界としては多かったかなって思います。ちょっと業務内容についてもお話伺っていければなと思うんですけれども、はいはいはい、今の営業の企画ということで企画職をやられていると思うんですが、はい、最初は営業職を希望されてたんですか？あ、そうですね、最初はあの営業職希望で、入社しました。はい、それは何でですか？自分自身学生時代にすごい飛び抜けて企画の能力があったわけではなかったりとか、ハードスキルがそこまで強くなかったっていうところもあって、最前線でお客さんがどういうニーズがあるのかとか、自分たちが接するお客さんってなんか今どういうことに困ってるのかとか、なんかちゃんとそういうところを知った方がなんかハードスキルに課題があるからこそ、なんかこうそこを知って前線を知ってるからなんかこうできることっていうのがなんか増えていくんじゃないのかなっていうふうに思ったので、まあ、自分の強みを増やしたいみたいなところもあって、まずはなんか最前でなんかお客さんにちゃんと関われるような職種でキャリアをスタートさせたいなっていうところで営業職を選んでます。ちなみに具体的にはどんな営業されてたんでしょうか？基本的にはキャリアアドバイザーって言われる 2C 側のポジションで営業職のキャリアをスタートさせていて、フリーランスで新しい案件探したいですっていう方たちのサポート支援っていうところをしてました。やりがいってどんなところにありますか？フリーランスの支援って、実はなんか一人のキャリアに寄り添う期間がめちゃくちゃ長くって、現場を抜けられたらまたその方の次の現場を紹介するっていう形で、結構そのお一人に長くこう寄り添うからこそ、自分がご提案したその案件ですごくスキルアップされてまた戻ってこられてっていう、お一人お一人のスキルアップだったりキャリアアップにこう自分自身が貢献できてるなみたいな感じられる時はすごいなんか嬉しかったかなって思います。上司との関係性とか、はいはいはい、部下との関係性とかってどうですか？かなりなんかフラットな関係なのかなと個人的には感じてます。はい、なんかそのキャリアアドバイザーをする上で、はい、勉強したことだったりとか、これ身につけていた方がいいよってことあります？はいはいはい、結構2つ自分を大事にしていたかなと思っていて、まずはエンジニアとかウェブ技術職のなんか専門性っていうところはすごく自分自身高める努力をしたかなと思っていて、自分がやってきたことがどれくらいの
こう価値があるのかとか、どれぐらいのスキル感なのかみたいなところって、なんか正しく分かってない人になんかキャリアのアドバイスってされたくないかなと思ってたので、なんかしっかり共通言語で喋るっていう意味でも、なんかちゃんとウェブの技術職のその専門性の言語だったりだとか、使ってるツールみたいなところのすごいキャッチアップは必要だったかなと思ってます。就活していた時と入社した後ってギャップありましたか？まあ、正直あんまりなかったですけど、なんかなんでなかったかっていうと、まあ、自分自身もその成長軸で選んでたっていうのもあって、結構ベンチャーを見ていたっていうところと、もう最終的にベンチャーに入るって決めた時にいろいろ整ってないだろうっていうところの逆に覚悟感を結構持って入ってたっていうところがあったので、例えばマニュアルがないとか、なんかこう教育制度がなんかないとか、なんかそういうのにぶち当たっても、まあまあそうか、じゃあ作っていけばいいやみたいな感覚の方が強かったんで、なんか大きいキャップを感じることはあんまなかったかなと思います。世間さん的にはレバレジーズは一言で言うとどんな会社ですか？なんか事業面でいくと、なんか本当に社会問題にちゃんと向き合ってる会社だなっていうふうには思いますかね。特にこう年次を重ねて、なんか上流の仕事をしていけばいくほど、なんかこう自分たちがやってる事業ってなんかすごい世の中にインパクトがある事業だなっていうふうに思いますし、一サービスじゃなくっていろんな事業に参入して、なんか多角的にその問題のなんか解決に取り組んでるなっていうふうに思っているので、なんかそういった意味でいくと結構本当に日本の社会問題にすごい向き合ってる会社だなっていうふうに思っています。はい、じゃあちょっとここからは面接対策についても聞ければなって思うんですが、はい、面接対策ってちなみに結構しました？はいはい、何喋るかとかをなんか対策するっていうよりかは、自分が何やってきたかとか、それが何でだったのかとか、なんかその自分の行動の背景とかを言語化するみたいなことには結構時間をかけていたかなと思います。やっぱりその自分の行動だったりとか、これまでのことを言語化するっていうのは大事だったりするんですかね？自分もすごく大事だったかなと思っていて、なんか振り返りだったりその深掘りをしていく中で、あ、じゃあ自分は多分こういうことに楽しいと思うかもしれないっていう、なんかそこの振り返りすることで、なんか就活の軸が結構自分はなんかこう見直せたりとかしていったかなと思うので、なんか自分にはすごく大事なプロセスだったかと思います。ガチカってちなみにどんなこと話しましたか？メインで話してたのはなんかアルバイトの話だったかなっていうふうに思いますかね。どんなアルバイトされてたんですか？デパ地下 の, あのお惣菜の量り売りのバイトをしていたんですけど、そこで結構昇給制度があって。あ、そうなんですね。はい、なんかこう一つの仕事ができると次の仕事の試験を受けてできる領域がどんどん増えていくみたい な, なんかそういうアルバイトのシステムだったん で, で少し遅めに入ったんですけど、入ってなんかちゃんとできる業務を増やしていきたいなと思って、なんかめちゃくちゃそこにコミットしてやってたので、なんかそこの話をしていたかなと思います。他はどんなアルバイトしてたんですか？4°C っていうあのアクセサリー の,、はい、あの販売をしていました。そうなんですね。はい、それだけたくさんアルバイトしてたのには何か理由があるんですか？あ、そうですね、うさこいのサークルに入っていたんですけど、特になんかあのショーとかを狙っているチームだったので、なんか自分もそこで貢献したいみたいなところで、しっかりサークルに、まあ、かけるだけの貯金をしておきたいみたいなのがあって、なのでオフシーズンめっちゃ頑張って働いて、あのシーズン中はよさこいかけるみたいな、なんかそういう大学生活でした。そのよさこいの話とかも結構されたりしたんですか？あ、そうですね、あのよさこいもあの話としてはしてたかなと思いますね。はい、その話す内容って結構なんでしょう、重要だったりするんですかね、面接で。まあそうですね、あの話す内容はやっぱり大事かなとは思っていて、頑張ってきた結果がすごく大事だったかというよりかは、なんかそのなぜそれを頑張ろうと思ったのかとか、その頑張るプロセスで自分がどう工夫をしたのかとか、結構そっちの方が大事なんじゃないかなとは思っています。なんかチョイスするエピソードっていろんなこと頑張ってるとどれ話したらいいかわからないってなってしまう人もいるかなと思うんですが、そこってコツあったりしますかね？自分が振り返った中でもめちゃくちゃ時間かけて頑張ってたなとか、あとはやっぱりあの時一番熱量が高かったなって思うエピソードを多分なんか選んだ方が、まあ個人的にはいいのかなとは思ってます。学生時代でもいいですし就活中でもいいんですけど、これだけはしといた方がいいよってことってありますか？自分自身就活中にやっぱやってよかったなって思うのは、インターンシップへの参加は、はい、やってよかったかなと思ってます。インターンシップで見てるポイントとかがあれば教えてもらえますか？なんか選ぶ上では、まあ、その時その時で多分自分の軸があるかなと思うので、その時持っている軸で基本的にはインターン先は選んでたかなと思っていて、終わった後に何を見るのかでいくとですね、まあ、その軸に本当に実態合ってたのかみたいなところを、なんかこう参加して検証するとか、あとはなんか参加してみて
自分自身が持ってた軸って本当にそうなんだっけみたいなところのなんか軸の見直しと、で軸がブレてなさそうだったらその軸に対してこの企業ってどうだったんだろうみたいな振り返りをするっていうことをやってたかなと思います。今って例えばもうオンラインで面接とかが増えてきてしまってはいると思うんですが、うんうん、情報収集の仕方でこれはやっといた方がいいかなとか、うんうん、こんな方法おすすめだよっていうのもしあれば教えてもらえますか。自分自身が就活やっていた時はなんかそれこそインターン先で出会った友達だったりだとか社員さん、あとは同じ業界見ていた先輩とかを結構紹介してもらって、で実際お話聞いたりとかが多かったんで、 なるべくそのコミュニティを広げてその生の声を拾いに行くっていうことは結構情報収集の手段としては大事にしていたかなと思います。で結構対面で会うとかは結構難しいかなと思うんですけど、だからその分オンラインツール結構発達してきてると思うんで、全然オフラインじゃないと情報収集ができないわけじゃないと思うので、オンラインの手段をうまく使いながら本当に生の声というか働いてる人って実際何考えて働いてるんだろうと か自分が見ている業界とか、自分がいいと思ってる会社で本当に実態どうなんだろうみたいなところで なるべく近い人たちからこう情報収集できるようにコミュニティを使ってこう収集していくっていうのが自分としては良かった手段だったかなと思ってます。このレバレージズの中で成し遂げたいことだったりとか、うん、目標にしてることってあったりしますか。はい、最終的には自分 その問題解決力を高めてより多くの人たちが幸せになってくれるよう な戦略とか戦術を描けるようになりたいっていうのがあって、そういう背景から今回企画職に移動しているっていうのもあるので、最終的に目指してる姿はやっぱりそこかなと思ってます。で今はレバテック事業部でその企画に携わらせてもらってるんですけど、レバテックのビジネスモデルじゃない他のこうサービスだったりだとか他の業界っていうところにも、どんどんチャレンジしていきたいなと思っていて、違うサービスのところでもしっかり戦略を描いて、こういろんな人たちに対して価値貢献していけるようになりたいみたいなところがこう中長期的な今持ってるビジョンかなと思います。では最後になるんですけれども、はい、同じ大学の方だったりとか、うん、同じ考え方を持っている方に対してメッセージをお願いできますか。結構コロナ禍で就職活動のスタイルもかなり変わってきているかなとは思うんですけど、その中でも多分できることってたくさんあるのかなっていうふうに思っていて、今自分がいい意思決定をするためにはどういう情報をどういう手段を使って集めたらいいんだろうっていうのを周りの力も借りながら、情報をしっかり集めて自分の意思決定軸っていうところを決めていけるといいのかなと思ってます。就職活動をしていく中でその軸ってどうなのって言われることもたくさんあったかなと思って、かなりこの軸でいいんだっけって悩んだ時期も多かったんですけど、自分でしっかりそこを見つめ直して自分自身が一番納得のいくその軸を見つけて意思決定できることが自分の人生にとってはいいことなのかなと思っているので、最終的には自分が納得いく軸をこう突き詰めて考えるっていうプロセスをぜひ踏んでいい意思決定をしていただければなと思います。はい、これで今日の動画は以上になります。概要欄には企業ブログや採用情報なども載っていますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。